海の神様として有名な住吉大社は、全国におよそ2300社ある住吉神社の総本社。夏祭りには勇壮な神輿渡御で大いににぎわいます。祭りに先駆け、毎年海の日に行われているのが神輿洗い神事。祭りの要、おみこしを清める重要な神事です。地元漁業組合の協力で、潮汲み船と呼ばれる船が早朝の大阪湾沖合で神聖な海水を汲み上げます。夏祭りの主役ともいえる神輿渡御の神輿は、この海水によって払い清められ、2週間後の祭り当日を迎えるのです。住吉祭り最大のハイライト、神輿渡御。神輿が大和川を渡り、堺市のお旅所宿院頓宮に向かいます。神輿洗い神事は毎年、それは神事自体はやってましたけれども、はい、神輿を担ぐというのはコロナ以前なので、4年ぶりですかね、4年ぶりになります。神輿を担ぐとなると、いろんな方が携わっていただきますので、お祭りらしさがあるとは思います。大阪の海に夏の訪れを告げる住吉祭りの季節がやってきます。海と日本。動画をご覧いただきありがとうございます。 SNS や YouTube のチャンネル登録もぜひお願いします。